アメリカ大統領選挙はおそらくトランプさんが勝つという状況になってきているんですが、まだ確定法は出てませんが、おそらくそういう状況になってですね、これ私としてはもちろんスーパーフラットでどっちが勝ってもね、アメリカそして日本世界にとって良くなればいいと思っているんですが、イーロン・マスクファンとしては、トランプさんに勝ってほしくなかったっていうこともあり、その理由はですね、やっぱりイーロン・マスクさん今回かなりトランプさんに肩入れしていて、でトランプ政権の中枢に入るということを希望されているわけですよね。でワシントンに行かれると、でその政府 の行政プロセスの効率化、無駄をなくすみたいな、ことで閣僚入りしたいとおっしゃってるんですけど、おっしゃることは分かるんですね。デモクラシーじゃなくてビュロクラシーに対して反対をの解体こそが大事なんだっていうね、デモクラシーの解体とか言ってたんですが、ビュロクラシーの解体につながることを民主党側は反対してたんだって、リバタリアン的な考え方だと思うんですけど、まずね、イルマスキさんただでさえ今スペース X とかテスラとかX とかの経営でまた人工知能もやってるから、非常に忙しいわけで、その上にワシントンっていうか、政治も関わるってことになると本当に時間的に大変だし、それから利益相反の恐れっていうのが出てくるわけですよね。トランプさんの政権でイーロン・マスクさんがいろんなことをやるってことは、簡単に言うと例えばスペース X でいうと、ロケットの打ち上げ回数の制限みたいなのが今、あれ何なんだろうな、環境に対する配慮かなんかでやってるのかな、それを撤廃しようみたいな動きになるだろうし、それからテスラのビジネスでいうと電気自動車の支援体制みたいなのをいろいろこれから電源の問題も含めて、あるいはガソリン車の規制なんかも含めてフェデラル連邦レベルでなんかやろうっていう動きになるかもしれないし、それから AI については例えばオープン AI なんかと完全に利害が対立しているわけで、おそらくマスクさんはより安全性とかを重視する立場なんだと思うんですけど、そのあたりのこともいろいろ連邦レベルの政策とイーロン・マスクさんのやっているビジネスとの利益相反が当然出てくるわけなんで、そういうことに今だからその政治的なことにリソースを取られてしまうってこと、それから利益相反ということが疑われるようなことになるってことが、イーロン・マスクファンとしてはどうなんだろうって思うんですね。で一方でね、トランプさんが勝ったことで、トランプさん自身の刑事訴追とかそういうことのリスクが減ったということは、なんか要するに、大統領としてのいろいろイミュニティ、免責みたいなこともあるから、トランプさん自身でとか取ったらよかったんでしょうけど、イーロン・マスクさんもこの、選挙キャンペーン中にいろいろやらかしてたんで、フェイクニュースとかオーターティブファクスみたいなことを出してたりとか、そのパックですね、政治団体を通したその、寄付の問題についてもいろいろ問題があったんで、勝てば官軍じゃないですけども、そこら辺の問題が帳消しになる可能性はあると思うんですよね。だから負けてたらそこら辺が責任追及された可能性はあると思うんですよ。だけどその点は良かったんだけど、全体として見ると予定通りだとすると、ワシントンにかなりコミットして時間も取られて、イーロン・マスクさん その連続起業家としてのイメージはかなり変わっていってしまうと思うんですよね。そういう意味において僕イーロン・マスクさんね、火星に行って人類の意識の進化を、遂げるみたいなことについてはかなり共感していて、その辺は応援したいなと思って、また人工知能についてもいろいろ面白いこと言ってて、そういうイーロン・マスクさんが政治というもの、あるいはそのあれですよね、ウォークカルチャーっていうか、そのレベラルのカルチャーに対する反対するみたいな、そのバイポーラーなっていうか、ちょっと社会を分断するようなイシューによりコミットするようになると、なんかちょっとなんか純粋さというか、起業家としての純粋さとか、その、いろんな、ゴールを目指す力強さが失われていってしまうし、また余計なトラブルに巻き込まれる、当然これハレーション起こるわけで、すでにアメリカ社会でかなりハレーション起こってるわけですよね。どうなんだろう。だから僕はやっぱりそういうことを考えると、イーロン・マスクさんのファンとしては
トランプさんが負けた方が良かったなと思うんですけど、まあこれ勝つことになったので、それ勝つので、そういうことも含めてちょっと今後の動向を注視していきたいと思っています。以上ですね、ピボットエクストリームサイエンスの収録、に向かう道すがら撮りました。竹下隆一郎さん、ライアンさんは TBS 映ったんですが、このピボットエクストリームサイエンスの収録は引き続き続けるということで、今その収録に向かっているところです。楽しみですね。それでは以上です。現場からは以上です。本当どうなんでしょうかね。